はい、こんにちは。栃木のタクシー農場です。今日はね、2月の23日です。で、昨日一昨日とね、雨降りました。で、今日はね、ちょっと雪がパラパラ降ってます。予報もね、雪予報なんで、ああ当たったなっていう感じなんですけどね。もう今日もね、雨じゃない、雪が降ってね、表出られませんので、ちょっと YouTube の方はね、いろいろ日頃たまった動画を撮ったり、まあ新しい、題材でね、動画を作ったりと、もう今日は一日ね、パソコン関係の仕事をやりたいと思ってます。今ちょっと猫が来ましたんでね、猫に餌やってきます。はい、うちのね、保護猫も晴れてる日はね、餌ねだりに来るんですけど、雨降ったりね、雪降ったり した日はね、どこに潜っちゃってるんでしょうね。全然出てきませんね。今アマちゃんが出てきてね、にゃおにゃお言ってるんで、ちょっと餌を与えてきました。それにしても寒いですね。昨日も6度かな、6度か7度、今日も同じでね。まあ大体関東地方もね、晴れていれば、10度、11度ぐらいにはなるんですがね、もう10度台、あ、ごめんなさい、10度以下でね、5度に届くか届かないかぐらいの温度になると、やっぱりちょっと寒いよね。最低気温はね、曇ってるんでそんなに下がらないんですけどね。まあちょっと今日は肌寒いです。はい、じゃあ しばらくね、この雪の景色を見てください。まあ日本もね、南北に長いんで、雪降らない地域の方もいらっしゃると思うんですけど、まあただね、積もるような雪ではないんでね、まああまりこう心配はしてないんだけど、まあ雪降ればちょっと表の仕事は止まってしまいます。じゃあ今ね、ちょっと洗濯してるんで、洗濯物を洗濯機から取り出してまだ戻ってきます。
はい、今ね、洗濯が終わりましたんで、洗濯物をね、洗濯機の方から取り出してきました。で、一日私もね勘違いしててね、今日晴れる予報かなと思って洗濯やっちゃったんですが表見たらなんだ雪じゃんみたいな感じでね、今日は表に干せないんで、洗濯物は家の中に干したいと思います。そういうことでね、まあ、1週間ぐらい前かな、まあね、ちょっと暖かかったんでね、かなり寒く感じるんですが、これが普通の今頃の温度なのかなと思います。ちなみにね、今ネットでちょっと見てきましたら、今日最低気温が1度で最高気温が4度です。まあ最低気温の1度ってのはね、あるあるなんですけど、日中の最高気温が4度っていうのは、まあ一冬でもそう何回もはないと思いますね。まあそういうことで、まあ多分私の動画は年配の方が見て、くださってる方、年配の方が多いと思うんですが、シニアの方、まあ体調をね、崩さないようにね。はい、今日も頑張っていきましょう。はい、じゃあ動画の方はね、この辺で、締めさせて いただきたいと思います。はい、今日はね、北関東、栃木県、朝から雪です。寒いです。では失礼します。